のゴールデンウィークに入りまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。一之助でございます。というわけで今日もこちら都内某所より、落語を申し上げようという、まあ某所だって昨日の下げを祝った後、だいたいいつも一言ご挨拶をして、幕となるんですが、まあ、まあ幕はないんですけどもね、まあまあ幕ですよ、うん、で、まあどこでやってるかっていうのは昨日言ったんで、まあ、昨日 の確認していただけると、昨日の再生回数が稼げるんで こういうことです、広告が入ってると、これ1回クリックするだけでいくらぐらいもらえるんですか。結構600円ぐらい入るんですか。そんな入んないですか。そうなんですか。意外となんかしけてますな。まあそういうことで、まあ言っちゃってもいいんですけどね、落語カフェというところが東京の神保町という町にあるんですよ。もう本当になんていうかこう古書センターというねビルがあってですね、古書ですよ、古本の町ですからね、だいたいあの神保町の建物はみんな古本でできてますからね、文庫本とか積み上げたりしてこう家を作ろうといったね、豚の4兄弟がこういったんです。史実にはもう一人亡くなって、その古書で作った豚は抹消されてますけど、だいたい藁木レンガ古書で作ってる、ブーフーブーブーですな最後ね、だみんな古本でできてますから燃えやすいしね、大変。まあ、その古書センターのビルの中にあるところで、そこを借りてやっております。まあこんなこと言うのはなんですけども、まあ喫茶店なんていうのはカフェですから、でそこでまあ落語なんかも我々若手はやらせていただいて、若手だって今若手なんですよ、若手です、42です、今42歳ですけども、42歳なんて若手ですから、いいですか皆さん、落語家っていうのは定年がない、定年がない、定年同様って人はいっぱいいますけどね定年はない、だからずっとできるんですよ。だから42歳なんかまだペーペーでね、まあ20年目に入ったばかりですから、この間も言ったけど、だからね、何なんですかね、上が元気だから、もうなんかもうやたら元気ですね、落語家っていうのは。こう能天気なのか分かんないですけど、9月のだってね末には三遊亭金馬師匠、金馬師匠がね名前を変えてね金王っていう名前になる予定なんですよ。で お弟子さんで、まあ息子さんの金時師匠が5代目の金馬を襲名するんですよ。金馬師匠なんかいくつだ、昭和4年生まれですよ。昭和4年生まれで昭和16年に落語家になってるんですよ。12歳で入門してるんですよ。16年って太平洋戦争が始まった年ですからね。そんな大変な、日本が大変な時にね12歳で話し家になってるなんてな、よほどなんかもう悲しい境遇なんですよ。わかんないけど聞いてないからね、大変だよ。でだから4年生まれってことは今年90か91、まあそんぐらいですよ、現役なんですから、すごいですよ。毎年のようにね患っては入院して、患っては入院して、で毎年のようにもうシャバに戻ってくるんですよ。すごいよね、本当だから一人減れば我々一ランク出世するんですよ。減らねえからね、なんか仕事人とか仕置き人とかいないですかね、こうシャッてこうシャッて始末して、まあまあ始末っていうと言葉は悪いですけどね、葬ってくれるような人が、いると非常にまあ助かる、まあ元気なのは一番ですけどね、すごいですわね、まあ、そういう人がいるから、非常にありがたい、まあ、勉強になるし、で勉強するとこっていうのはまあ人を見てこう勉強するのもありますよね、話し家の先輩見て、あこういう人になりたいな、あとまあ回数こなさなきゃいけないから喋るところが必要で、で喋るところっていうのはこういうところですよ、だからこう落語カフェって言うんですけど、もうぎゅうぎゅうにしても5、60人で精一杯、今だからなるべく少ない人数でやってます、みんなマスクして、だからこの辺にいないですからね、見えてないからいないと分かる、すっごい向こうの方にいるんですよ、
こっちを見てんですよ。すっごいなんか感じ悪いな。だからね、こういうとこで2つ目の頃、あもう十何年やってんですよ落語カフェは。栄養がね、2つ目の頃から勉強させてもらって、で今の2つ目さんも前座さんもここで会やったりなんかして、まあ真打もやってますけど、50ぐらいのキャパシティの気軽に使える小屋っていうのはね貴重なんですね。でいい塩梅にこう講座もできてますから、で非常にね今経営が大変です。まあどこもそうでしょう、こういうところは。だ大変だからね、なくなっちゃうと困るんですよ。だ何が言いたいか分かる？今なんかチャリンチャリン出てんでしょ、どんどん入れろどんどん、ぶち込めぶち込めな、そういうことだよ。本当お願いしますよ。9日目っていうのはねやっぱりなんつうの、一番バイオリズムがこう乱れてきて、知事に乱れてね、こうなんていうか今までのほら、なんつうんですか、皆さん見りゃ分かると思いますけど、もう毎日ほら100点の講座じゃないですか私、全然滑らないし、びっくりするほど滑らないしね、こんなに滑らないことがあるんだと思って、だからなんつうこういうのでちょっと自信ついちゃったりなんかして、でも9日目だと明日はもう千秋楽だから、明日はねやっぱりこうもう思いっきりこうね、バット振らなきゃいけないんだけど、今日ぐらいになるともうなんか、いつも1時間超えぐらい落語やってるから今日は12、3分でもいいんじゃないかなっていう、そんな気もしてます。そんなにねいっぱい聞くのも嫌でしょう皆さん。あのね習慣になってる人もいると思うんですよ、生で聞くっていうのはね。でロス激しいから、終わった後私も多分明後日からちょっとロスになると思いますよ。毎日この時間多分泣いちゃうと思うんだ。だからちょっと気を確かにね持った方がいいと思う。で初めて落語を聞くなんて人は今までのアーカイブなんか聞いてもね、何この話って思う人いるでしょう。で落語って大体こんなもんす、オチがあるとその後こう、終わりっていうね、オチっていうのはだから別に面白くなくてもオチなんですよね。これは面白い、これは面白い、オチでドーンってオチが一番ウケるっていう落語そんなないから、で終わった合図みたいなもんね、これで終わり、その後どうなんのって言われても知らないしみたいな、そういう感じですよ、続きはないですか、いやないしみたいな、そんなもん落語っつうのは、大体が作り話ですからね。身も蓋もないこと言いましたけど、作り話ですから、実際にあったわけないしね、そんなもんなんですよ。大体もう作り話にみんな慣れてますからね、子供の頃からおとぎ話とか聞いてるでしょ、もう突っ込んだら切りないですから、そう思いませんか。そうね、どんな、桃太郎なんか例に挙げたらさ、犬と猿と雉をお供にって、もうその時点でおかしいからね、って思うもんね。で犬と猿と雉と子供にやっつけられて鬼ってどういうやつらなんだって、激弱みたいな、そんな気しません、まあ、そんなこと言う子供はいないし、まあいいんだけど、かぐや姫なんかさ竹が光ってたんでしょ、ピカーっつって、でおじいさんがさこう竹取りの大きなってやつですか、あれいいよね、あれ好きなんだ、あのジブリの、ジブリ好きですか皆さん、あの映画のジブリ、私ねジブリどうもダメなんですよ、多分相性が合わないというかね、必ずあのラピュタとかあの金曜ロードショーとかで始まるじゃないですか、で子供たちとかみさんと見るんだけど、もう必ずもう気づいたらもう目が目がっつってんですよ、あの紫のやつがね、気づいたらもう終わりかけてんだよね、あれラピュタだよね、ラピュタとナウシカもごちゃごちゃですから、なんかこの辺に猿みたいなの乗せてんのはあれ何、あれナウシカ、なんかアメデオだっけ、あそれは歯を尋ねて3000人だ、あの白い猿な、なんだっけ、なんの、あそうそう、だでもね好きなのはかぐや姫 の、 あの物語だけは好き、あの竹取の大きなの真似はね、あのうちの子供に鉄板ですから、あのかぐや姫がねどんどん成長してこう大きくなって立って歩くときに
こう、ひめ頑張れひめってこうあのおじいさんがこう呼ぶシーンだけあれ好きなんですよ。今多分向こうで子供爆笑してると思うんですけど、別にあの今日は皆さんのために落語やってない、うちの子供のために落語やってるんですよ。ひめ頑張れひめひめっていうね、あれは鉄板なんですよね。すごいだろ、画面閉じて見られるとは思わなかったろ子供たち。あんなことはどうでもいいんですよ。だからかぐや姫ですよ、そのジブリ置いといて、かぐや姫さ、あの竹が光ってそれを切るんだよね。おじいさんがなんだべなーっつってこうギーギーギーってやって、でパカって開いたら女の赤ちゃんにーっつってるわけでしょ。危ないよね、何センチずれてたら大変なことになってるって、竹の節から血がドクドクって、首のない赤ちゃんがえっていうね、その奇跡ね、奇跡ですよね、カタカナでね、あとなんだろうね、あだ浦島太郎なんかどうかしてるもんね、亀を助けた浦島太郎が子供たちがやって逃げちゃって、亀があのよかったら背中に乗って竜宮城にみたいなこと言って、いいのどうぞ乗ってください、どうぞ浦島さんっつって海の中に入っていく、まあもうその時点でもうダメなんだけどね、海の中入っていくっていう時点で浦島太郎大丈夫って話ですけど、まあいいです、それは置いときましょうね、で竜宮城に行って乙姫様が、まあ浦島さんみたいな、どうもはじめましてゆっくり遊んでってくださいって、嬉しいっつって、タイやヒラメの舞踊りって、ただ魚だからねあいつらね、タイやヒラメと、タイは別にこう泳ぐけどヒラメって泥の中でこうやってるだけだから、まあいい置いといて、でしばらく遊んで、じゃあ俺そろそろ帰ろうかなって言ったら、あらそうなんですか、もう帰っちゃうの、もうちょっといていただいてもいいんですよ、いやもうちょっともううちも心配だから帰るわ、あそうじゃあこれあの贈り物プレゼントです、あすいません玉手箱って言うんですよ、もうありがとうございます、でも絶対開けちゃダメ、おかしいだろって話ですよ、くれたもの開けるなってどういうことなんだろう、ね、で陸に上がって開けてボーンっつっておじいさんになりました、フィンっていうのはね、教訓が何なのかよくわからない、おとぎ話って教訓とかあるんじゃないですか、人を信じるなってことは教訓ですかね、多分そうでしょうな、あとなんだろうね、鶴の恩返しなんかもうもってのほかだね、やべえよあいつ、だってさ鶴助けてさ、でピャーってこうありがとうみたいな逃げてっていいことしたな、うちに帰ってこうぼんやしたらトントントンって来て、なんすかあったら、もう綺麗な女の人が、よかったら私と一緒に住んでいただけません喜んで、もうおかしいでしょそれが、何喜んでんだって話だよ、急に来た女と住むなって話ですよ、喜んじゃって、でしばらく住んでね、で覗かないでくださいねって言われて、でなんか旗落ちたんでしょ、ガッチャンガッチャンこうやってえーっつって、でこれ旗をこうお金に変えて、これお金よって言って、おありがてえ、働きのある女房だよかったなって思ったの、お金儲かるし、でまあ覗くなって言われたら覗きたくなるしね、人情ですよ、私だって覗いちゃうと思うよ、今日はいいか覗いてみてっつってダラって覗いたら、自分のかみさんが鳥の姿で、覗かないでって言ったじゃないってこう、鶴だ、覗かないでって言ったじゃない、もうこんなところにはいられない、さよなら、ウェーウェーウェーって飛んでくって、どうかしてるよね、鳥類は勝手だよね、考えてないもん、恩の返し方が回りくどいしね、なんかだったらならば、恩を返したいのであるならばですよ、鳥、鶴、鳥類、てめえの家で羽バッコンバッコン抜いて、それで旗折って監禁して入金しろって話ですよ、回りくどい、そんなこと言ったらキリがないんですけどね、当たり前でキリがない話をするのが、まあ、話家の務めというか、なてもなく喋ってますけど、あとね
聞いて聞いて、あれどう思うの、みんなは。サルカニ合戦ってどうよ、ね、サルカニ、まあいいでしょう、うん、まあ、動物いいでしょう、うん、それはあのおとぎ話ですからね。安田さんと竹下さんとかさ、人間だったら感情移入できないしね。おじさんとおじさんがスーツ着たものの合戦だ、そんな半沢直樹みたいなのいいですよ、うん、動物でいいです、動物で、うん、で猿とカニで、猿があれだ、カキ食ってたんだっけ最初ね。でカニがこうおむすび持ってたんだよ、うん、カニがおむすび食うかって、まあ今そこはいい、うん、カニがおむすび持ってて、猿がキキキ、おい何持ってんだよカニ、おめえいいな、それおむすびか、おむすびなんだよ、これから食べようと思ってんだよ猿くん、いや俺これ柿の種があるからよ、交換しねえか、いやいいよおむすびだ、こっちの方がいいから、いなかったよこれ植えてみろ、木生えてもうすげえぞ、柿なり放題だぞ、こっちの方がいいんじゃねえか、本当だねって、もうカニのがバカだからね猿より、哺乳類と甲殻類だから、ここで勝負になるわけがないんだよそれが、ね、で猿がおむすび取ってうめうめ作って、で柿はバカ正直にね、あの植えて、うんうん、早く芽を出せ柿の種とか言うわけだよ、こうやってじゃあ水やってね、あ桃栗3年柿8年でしょ、8年かかるんだよ木が生えてなるまでは、蟹の寿命もういいでしょその辺は、あいいですいいですよ、でそこに猿がやってきてだよ、懲りもせず、うん、うえっつって、おおなったじゃねえカニ、そうなんだよカニがなったんだよ、いいな、で俺取ってやるからよ、それで待ってろ、うん、ありがとうっつって、スラスラー登ってカキバンバン取ってむしゃむしゃ、僕にも送れよ僕にも送れよ、これでもくれ、バーングシャーって死んじゃうわけでしょ、やばいよ、で子供がいいんだねカニにね、うん、カニに子供がいいんだよ、うん、でカニの子供がうーんってこう、泣いてたりすると、まあそこに来るのが、ウス、ハチね、あと栗、それから牛の糞です来ちゃうよ牛の糞が、あとウスだよこれね、その4人が助け出しますよ、ウスですよ、ウスが助け出すんですよ皆さん。蜂は分かりますね、蜂は分かります、昆虫ですからなんかできそうですよ、あの仇討ち助太刀はね、栗、100歩譲って植物、あまあいいか、ウス無機物ですから、ウスは動きません、ウスは動きません、まああともう本当に我慢できないのはあの牛の糞ですよ、クソです、うんこです、排泄物が、排泄物に、皆さん今困ってる人、生活で大変とかね、もういろんなことでストレス構えてなんとかこれを脱却したいっていう人いるでしょ、いっぱいその向こう側に、牛のクソに助けられたいですか、私はイナですね、まあでもおとぎ話だから、なんでね牛のクソなのかって考えたんですよ、聞いて、合ってるかどうか分かんないよ、なんで牛のクソなんだよと、その4人目がね、他にもいそうじゃない、なんかそれ多分、うん、日本なんでしょ舞台は、おそらくね、で田舎なんでしょう、なんで牛のクソか考えたんだけど、多分ねこれ自分がその身になってみりゃいいんですよ、多分田舎です、どこだか分かんないけどすっごい田舎です、日本のね、だから鉛結構きついです、カニも猿も実は、うん、困ってるんですよ、うん、困ったな、どうすればええんだろう、ええんカニでしょ、ね、こう言う、うん、でそこに、うん、まあピランとひらめいて、そうだ誰かに手伝ってもらうカニってこう言って、うん、でまあ知り合いがいるんだな、うん、知り合いが、だからまだハチとね、栗でしょ、うん、ハチと栗、俺のこと助けてくれんかに、おう任すとき大丈夫だよ、おう俺はいつでも助けるよな、栗くん当たり前だよ、ハツくん、うん、任すときってことになった、うん、そりゃそうでしょう、うん、ほんでまあその作戦決行の日がいつだか分かんないですけども、決行の日ですよね、
で薄じゃないんだよね多分。薄に頼むわけないもん。でどうやってその猿を退治するかっていうと皆さんご存知ですか、猿が家に戻ってくるんだよね多分自分家にね。で、火のこのいろりの中をこう覗いたりなんかするとそこに栗がいて栗が弾けてパーンってぶつかるんだったかな。ああ確かそうだ、うん、で行っててっつって水をこうここでかけようとすると水がめの中から蜂が出てきてブスブスブスって刺して行ってってこう表へ逃げ出そうとすると下にこう牛の糞が転がっててそれに全てズラーンって言うと上から薄がドーンと落っこってきてやっつけるっていうそういう多分プロジェクトなんですよね。ただね薄が上から落ちてきて死ぬかという話なんですよ。猿って機敏だからね、シュシュシュ真っ白のごとくね。で薄が落っこってきて多分ね反射神経とかでスッとかわせると思うんだよね、うん、頭に直撃すりゃいいですよね。ガーンつって一発でカッと死にはいいけど足先とかにもしね乗っかっただけでねつま先に多分骨折ぐらいだったらねもう猿激怒りで蚊にボコボコにすると思うんですよてめえかこの野郎っつって。だからね多分蚊にはね小蚊にはね本当にやれる猿をやれるやつに頼むと思うんですよ。違うそうでしょ。で田舎だからおそらく猿を消せる動物はね牛なんだよ。牛しかいねえ。角あるしでけえし家の中牛放り込まれもうって一発だよ。で牛も結構その辺りじゃブイブイ言わせてんですよ。俺やるよみたいな、何かあったら頼んで俺にみたいな、俺行くよみたいな。でカニは多分頼むでしょ、うん、でカニよりやっぱり牛の方がでかいし、まあ、そこそこ名も通ってるしね、うん、結構大事に扱うと思うんですよ。でカニ、ハチ、クリ、これは大体同じランクだと思うんですよ。で牛ちょっと上ですよやっぱ。だからなんていうかカニも気遣ってその当日頼むだと思うんだよね、うん、ハチとクリに悪いんだけど向きに行ってくんねえかな、頼むよって。おいそうなの、分かった行く行く、向きに行きゃいいんだべ俺たち二人で、うん、で当日さ朝クズ半の集合でお願い、分かったよカニ君やっちまべさんのことっつって。で当日だよね、うん、栗とハチがじゃあ行くべ、うん、向けに行くべ、ああでもなんだな、なんであいつのことを向けに行かなきゃいけねえんだべな、なんだか知らんねえけどな、うん、薄呼んでこいって言われて、なんで薄なんだべな、そうだな、なんで薄なんだべな、あだうつぬ薄っておかしいよな。でも言われたかしょうがねえ、カニが薄連れてこいって言ったから行くかっつって、で二人は薄の家に行ったよね、うん、薄どん薄どんおんど初と栗です、おんど何の用だ、あだうつ頼まれてんべ、おら頼まれてねえぞ、いや頼まれたはずだぞ、カニ丼がなんかおとっちゃんのは敵移ってんで猿を、おらすらね頼まれてね、だって薄呼んでこって言われたから今薄そんとこ来たんだべ、呼ばれてるはずだぞ、すらねえけどな、そんなことがあったのか、なんだ頼み忘れてんじゃねえかおらに、あじゃあカニ丼のためならおら行くべっつって薄を連れて二人はカニんとこ行ったんだよね。でうちで待ってて、なかなか来ねえな、呼びに来ねえぞ、ハチとクリがうちに呼びに来るってカニ丼から聞いてんだでもなんで来ねえんだって、牛はうちで待ちくたびれて、いやまあしょうがねえ俺は自分で行くか、うん、カニ丼、え、あ何向けに行かなかったハチとクリ、来ねえよ、すんませんなんか向けに行けって言ったのに、一人で来たの、一人で来しまったよ、呼びに来ねえから、どういうこと、すいませんすいませんなんか、うん、なかなか来ねえからな、うん、おせいでねえかハチとクリ、そうなんですよ、何してんだべなって言ったら向こうからウスを連れたハチとクリが歩いてきて、
待ったせたなー、カニ丼連れてきたぞー、薄っ薄っ、何薄っ連れてきてんの。いやだって薄っ呼んできてくれって言ったりにが、誰も薄っなんか呼んでこいって言ってねえよ。言ったべ、ちげえよ、オラが言ったのは薄っだよ。え、薄っ、え、だから薄っ、薄っでねえよ、オラ呼んだら薄っだ。え、薄っだ、薄っ、薄っでねって横で聞いてたこの牛が、オラいつも間違えられんだよ、なんで俺は無機物と間違えらなきゃいけねえんだ。冗談でねえ、俺は蹴る。あんなこと言わねえで、薄丼。また言ったな、この薄って。俺は薄でねえ、薄だ。なんだってよくわかんねえなって言いながら、怒った牛が、もうって帰ってったんだよね。かえ、詰まってでねえか、とに。なんで薄なんか連れてくんだ。だから薄、もうわかんねえ、ほんとに。まあ、もうしょうがねえじゃん。相手に加わってくれて、薄丼。もうなんか行きかかったらしょうがねえから、じゃあ俺も謝る、腹打つ仲間になるよ、って言って。まあ、3人、まあ、これで確保して。で、牛はめっちゃくちゃ怒ったから、力が下っ腹にギュッと入って、そこにうんこしちゃったんだよね。くせえな、なんか。あ、牛うんこ垂れてったったら、下からこの牛の糞が、オラでよければ仲間になるよって言って、3人4人目が揃ったっていう私の仮説なんで、まあよかったらあのですね、学会の方に誰かあの通じてる人がいれば提出していただいて、自分の手柄にしていただいて結構ですから。ああ、こんなバカなことをいつも考えて生きてます。え、楽しいよ、うん、本当にね、さあこれで終わったら多分怒られると思うんで、どうすべえかななんてことを考えてね。子供が聞いてんだね、子供が結構、うん、そう、うちの子供だけじゃなくてね、いろんなとこの子供が、うん、今の話はね子供にしたら結構喜んだ、うん、どっかの学校寄せで一回これやって、それであの講座降りたことがありますね。そしたら呼んでくれた落研出身だって言ってた学校のその担当の先生がすげえ目が怒ってたことがあります、ね。落語やんねんだこの人みたいな。それはそれでいいんですけど、たまにね寄席もたまにどころじゃないんですけど、子供がこうこの辺キャキャって言ってたりなんかすることがあります。特に土日ね、お子さん小学生ぐらいかな。まああの未就学児童も寄席は入れるんでね、だからこうどっかずっと幼稚園みたいな赤ちゃんとかもたまにいますよ、ミャーって泣いてなんか慌てて駆け出して外連れ出すお母さんとかいますけど、別に寄席はいいんじゃないかなと思いますけどね、で話し方はバカじゃないから、バカじゃないから、かといって利口な人はやらないですけど、バカじゃないから、客席見てあ子供がいるなと思ったら、ちょっと子供に不向きな話はよしましょうっていう、こう考えます、楽屋でね、なんか子供いるらしいですよ今日は、あそうなの、じゃあ狂わ話みたいなねやめとこうかみたいなことを考えるんですよ、ちゃんとした落語家は、で私はあの結構無視してですね、特に鳥の時なんかね、あの子供がこの辺座ってたりなんかすると、ね、いいですよ、狂わ話は聞かせた方がいいんですよ、女の子は聞けばね、いい花魁に育つだろうし、男の子がいればね、その花魁に騙されないような知恵をつくだろうし、あこういうのはいけないんだなと思うだろうから、私はね基本的にもう狂わ話があろうが何だろうが子供が言おうがするようにしてますけども、まあね、いいんじゃないですかそういうのも、ああいうとこおかしいんだね、玉代ってものを払うでしょ、玉代っていうのはまあお足ですよ、その交渉ごとのこれだけ払うと女の人は出てくるという吉原でお金払ってこう中上がってほんで待ってて、来ないってことがあるんだそうですよ、女の人が現れない、これはどうかと思うね、普通来るよ、お金払ったらその対価ねちゃんとそういうもんだ、昔の吉原というところはお金払ってずっと待ってるのに女の人は来ない、おかしいねっていうことになるんだそうです、で文句言わないんだってね、次行った時に女の人が出てきてどうもこの間ごめんなさいねなんてこと言って、おいなんだよ金払ったのに出てこねえだ冗談じゃねえぞなんてことは言わないんだそうそうお客の方で、そんなこと言うの何もいやらしいね、目ギラつかしてスケベったらして嫌いなんてことで嫌われちゃうんだそうです、
スケベったらしくて嫌いって言われるんだそうです。スケベだから言ってんだバカ野郎って話です。知り合いに花魁がいたら言っといてくださいね。でもそれが行きかなんかな分かんないけど、そういうところなんでしょうね。ですから文句言える立場のものだったら、そういうところで働いてる若い人という、男ですよ、牛太郎ってやつですな。間に入って間を回しちゃうなんてないくらでもあったんだそうでございますけども、やっちゃったな、冗談じゃないよ本当にね。どこ行っちゃったんだろうな、おいらんは。木瀬川さん、おいらんね、木瀬川さん、この話開けますよ、失礼します。あー、いたいた、何してんですかおいらん、木米大大臣ね、お待ちかねでございますよ本当にね。おいらん、木助丼かい、何ないじゃないですよ。木米大臣来てますよ、財から。ああ、お願いしますよ、出てくださいよ。また来てんの、あの野郎。私嫌いなんだよ。嫌なの。嫌なのじゃないですよ。ね。いや、あのね、誰が来たって務めを果たすんですよ。だからここは区外って言うんですから、お願いします。出てくださいよ。嫌なんだよ、あの野郎。嫌いなの。もう一度まとわりついたら、ベタ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 離れない。もう生えとるやみたいな野郎でさ。嫌なんだ、私は。いやっておね、ちょっと行ってちょっと帰ってくれ、それでいいじゃん。ちょっと行ってちょっとで帰ってくれ、それでいいんだよ。嫌なんだよ、もう嫌いなの。もういないってそう言って、ないってそう言ってって言えないじゃないですか。なんていうんですか、うまいこと言いやいいじゃない。だからほら何よ、入院でもしてるってそう言ってよ。なんですか、入院でもしてるってそう言えよ。入院してるって言うんですか。頭待ってくれ、勘弁しちゃうよ。だってお大臣来た時にあっちはね、店先でもって、よう木米大臣、あの木瀬川おいらんお待ちかねでござんすよってこう言ったんですよ。こうやってこの角度でこうやって言っちゃったんですよね。その後すぐ出てきて、入院してますって言えないじゃないですか、ね、なんで入院してるって言うの。だからうまいこと、いやいいじゃないの、その時言えなかったとかなんか、いやいいのよね。ほらだから、このところ風邪引きでございまして、おいらんはね、これ以上勤めを果たすと肺炎にかかるかもしれないとか、そういうなんかさ、うまく言ってね、今病院に入院してる真っ最中でございます。あの時、いやよかったんですよ、すいません言いませんでしたって、なんか、いやいいんだからね、行ってきて。本当に言うつか、入院してるって。いやだなっての、嘘つくの嫌いなんですよ。まっすぐ生きてきてます。まっすぐ。会いましたよ、やっちゃったな、入院してるっていうの、元気じゃないの。なんかね、前はあんなんじゃなかったんだよ。いらんもね、お大臣お大臣なんてことしてたんだよ。これだもんね、手のひら返しですよ。毛虫みたいに嫌ってっからね。またそのお大臣気づいてねえんだ、嫌われてんの。おかしいよな。かわいそうに。いいか、すいません、ちょっとこちらを開けさせていただいてよろしいございますか。開けてもよろしいですか、お大臣。誰だ、あんなとこいんの。誰だ、あの喜助でございます。オンリー誰かと思ったら圭助か。いや、あの喜助でございます。だから圭助か、あの喜助でございます。どこだ、圭助ダンベッチ。はい、圭助でございます。圭助でございます。圭助参上でございます。オンリー、そんなとこで話すが遠いから、ちょっくらこけこっち、こけこっち、こけこったらこけこっこ、鶏でございますね。どうもお待たせいたしまして、 D 丈夫だよ。ほら、まあここでタバコ飲んで待っとくから。圭助がは元気が、それなんでございますがですね、実はあのおいらんこちらにちょっと伺えない事情ができてしまいましてですね。ほんじ、こらんにちなんだ、忙すんだんべ。じゃ、べえにも言ってやんだよ。おめえが忙すな、よく分かってっから、勤め果たすから、すめえに来ればそれでいいかにって言ってやっから、大丈夫で。それなんてことなんですが、実はですね、おいらん、ただいまちょいと入院をいたしておりまして。ほんじ、入院をいたしております。入院してるって、いや、入院をいたしておりますね。入院してんのか、入院をいたしております。だから、入院してんだんべ。はい、入院中でございますね。入院の真っ最中、入院患者でございますね。入院中、中でございます。入院中。ほんでいいよ。我、さっきあんつったんだ。俺が来た時に、けせがおいらお待ちかねでございますよ。ここっつったべ。ちゃんと出てきて、入院してまして、どういうことだすで。どういうことなの。それなんだ、朝に、今度の風邪引きでございましてね、これ以上勤めを果たすと、ちょいと肺にかかるかもしれない、これはいけないってんで、お医者様のお見立てで今入院してるところでございます。最前のこのね、あのお大臣の笑顔を見たらちょいと言いそびれてしまいまして、あの時言えばよかったんですが、本当すいません、この通りでございます。バカッ、そんなことは早く行かなきゃあんによ、本当に。
もう景色が引退でいえばこうだらとこいても姿にかな、うん、だばー紫色が、あ、お帰りですか、はい、お帰りになるよ、お帰りよあちら、はい、お帰りよあちら、お帰り、なんで急にハツラツをすんだもんやる、ピッ、だばー見目に行くかね、はい、見目に行くか、夜明け前に、夜明け前に何を、うん、その無名でねえよ。俺がやったら無名は無名の無名であって未名の未名でねえの。どっちでございますかそれ。え、お見舞い、お見舞いはダメですよアンディ。いやダメダメダメですよアンディ、アンディってだってねえ、あそうだ、病院ってのはあの病が渦巻いてますから、そういうとこ移るといけませんから、禁じられてますから、え、お客様のお見舞いは禁じられてます、ダメダメダメなんですようめえこと考えて、なんでうめえこと考えたって言うてて、いやダメなんですよ、あにっとんだよ、俺と形勢側は末には皮膚になるって約束はすとっからねえって、えだから俺と形勢側は末には皮膚になるって約束はストッカラニッチ、ストッカラニッチ、そうなんですか、え、ストッカラニッチですか、大事なのはそこでねえよ、皮膚になるって約束はストッカラネッチ、皮膚なんよ、皮膚、夫婦、皮膚、夫婦、皮膚、皮膚、皮膚ですね、皮膚、皮膚になるんだ、皮膚になるんだからなおさらダメで、なんでだと、末にはね旦那様になるんでございますからダメですよ、うん、やっぱ俺が形勢側の兄貴って寸法でいくか、え、形勢側の兄貴って寸法でいくか、おいらのタヌキでございますか、タヌキ、ポンポコポ、タヌキ、タヌキでいい、兄貴、あんちゃん、え、あんちゃん、おいらのお兄さん、あんちゃん、あなたが、うん、ダメですよアンディ、だってお兄さんじゃないじゃないですか、あなたはおいらのアンちゃんじゃない、アンちゃんなら来ねえかねえ、来ねえべアンちゃんは、妹買いに来るかバカ野郎、犬畜生だべんなもんな、だからアンちゃんって寸法に行くべ、あ、俺とまあ毛皮の中はこの旦那ご存知だから、俺がアンちゃんですよってそうめしを聞いてもらうべ、ほら行ってくるから、ちょ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 言わったな、見舞いに行くだってちょっとじゃねえよ、行ってきました、帰った、帰りませんよ、見舞いに行くってそう言ったんですよ、見舞い、くしつこい野郎だね、見舞いでどうしたの、で、あのお客様の見舞いはダメなんですよってこう言ったんですよ、うまいこと言うじゃない、うまいこと言ったってね、敵が去るもの失格ものでね、うん、俺は喜瀬川の兄貴って寸法あんちゃんだってね、で、あの証明書をね旦那に書いてもらうって立ち上がろうとしたから、まあまあ待ってくださいって収めたんですよ、旦那のとこ行かれてあんな話されたらね、私もおいらも旦那しくじりますよ、どうするんですか、どうするんですか、まあめんどくさいんと、もういやいいよ、もう死んじゃったってそう言いな、死んじゃったってそう言って、なんかすごい斬新な意見ですねそれね、だって生きてるじゃないですか、生きてらっしゃいますよ、いやいいじゃないの、ださっき言ったでしょ、私あの人来た時にお待ちかねでござんすよってこう言ったんですよ、この角度で、その後出てきて入院してます、その後すぐ出てきて死にました、言えないでしょそれ、死んじゃったって なんで言えないでしょうよ、言えないでしょうじゃない、うまく、いやいいじゃないの、どうやって言うんですか、なんで死んだって言われ、なんで死んだって言われるでしょうねと答えりゃいいよ、うん、さっぱりした死に方がいいよね、やっぱりね、江戸前なね、孤独死とかどうすか、さっぱりして、やだよそんなの、小枯れ死にってのはどう、小枯れ死に、あの人に私が悪い人だねあんた、なんか毛虫みたいに嫌って小枯れ死に、いいじゃない、向こうだって喜ぶからさ、このところ来なかったろあの人、三月ばかり来てます、そこいよね、三月来てないね、いつ来るんだろう、いつ来るんだろう、思い悩んでおりました、でも手紙でも書こうかしら、手紙を書くってと、お父っつぁんにこれ読まれると女の手を女名前でもって二人の恋仲は裂かれるかもしれない、どうしようどうしよう、思い悩んでとうとう食べるものをどう通らなくなったある日のことでございます、喜助殿ちょっとこっち来てくれ、なんでそういらん行ってみるってと、痩せた細い手で、私お前さんのことだよ、私の手をぎゅっと握って喜助のあのお代理って人は本当に不実な人だったよ、私は不幸な女だよ、先に行くね、かくって言って死にましたって、いやいいからさね、行ってきて
あとは他に向いてる商売あるね。スーッと出てくんだ、そういうことがペラペラっと。あ、そうっすか。私そんな嘘つけませんよ。まっすぐ生きてきたんですから、真実一路で。あれだ、涙の一つもこぼしゃ信じるから言ってきたよ。私があなたと違ってそんな涙なんかでボロボロ出ないんですよ。こよりでもこさえて鼻ついてごらん、涙出るから。こよりついて鼻ついたら涙じゃなくてくしゃみが出るじゃないんですか。くしゃみの手前で引けばいいでしょ。さじ加減じゃない、そんなもの。早く言ってきな。もう分かんないね、バカ。バカに一生懸命やってんのに、こよりをこさえて鼻の穴つつってくしゃみの手前で引けつついちゃう、さじ加減でしょって。で、おお、立派なのができた。お大臣、ちょっとこちらを開けさせていただいてよろしいございますか。おお、圭介君、開けろ。はい、圭介でございます。圭介参上でございます。どうした、そうめん食器ってもらったか。 あ、向こうで稽古してくれよかった。ちょっと向こう向いて。え、どこまで入るのこれ。耳から出るこれ。風でもおっぴたい。風じゃないな。あ、出てきた。お大臣、実は私お大臣に謝らなければならないことがあるんでございます。なんで、なんで、どうした、なんだ、謝らなきゃいけないことって。実はおいら入院をしているっていうのはばっかり嘘なんでございます。ああ、そうだなことか。すっとった。すっとったよ。味噌汁かなんかこぼしたんですか。それを付近で。それはすっとったのすっとっただんび。俺が言ってるすっとったはすっとったのすっとったですっとったでにの。ご存知よ。ご存知。ご存知しろ。ああ、ご存知、そっとった。どういうこと、どういうことって。ああ、あだら女が患って猫もや玉で泣かんべ。そんな患ったとか縫い捨てるなってこと言って俺のこと寸平させといて、急にガラッと出てきて、うそよ大臣、おらこんな元気よ、なんで気づかわ、かわいい女だな、おめえはバカチンが、トーンつっておでこトーンつっといて、トーンつって、うわーってうしゃしゃぎ合うっての、あはは、うわっ、幸せな方でございます。いや、おらは、ラビアになったでございます。あ、いや、おらは、うらうらべっかんこでございます。ジャングルクロベみたいなこと言って、うらうらべっかんこじゃないで、お亡くなりになったでございます。おいらは。お亡くなりになったんでございますったんか。ああ、そうだなことか。早くお亡くなりになったねございます。おっつんだバカ国人にて、我さっきあんつったんだ、俺が来た時お待つかねでございます、ほっほっつたび、その後入院してます、おっつのマスターってすんずられるわけなかんび。え、すんずられるわけなかんび。そこなんでございます。あなたがあそこでお見舞いに行くなんてことを言わなければこんなことにならなかったんでございます。あなたがお見舞いだ、何言ってんだ。人の死にシャレや冗談で言うもんでねえと、オラが村来てみり、オラが村来たらそんな冗談言ったらな、村一番のどんどろ松の木っての吊るされてな、こんななってるところで下から村民の衆がこうマグソ持って、オラこの野郎、ほらこの野郎って、マグソの木だぞ、マグソの木に称す。本当にお亡くなりになったんでございます。マグソの刑は嫌なんでございます。何言ってんの、おっつのわけ長め。ケスキ、つらあげ、おみゃにゃーとるにゃ、おみゃ、にゃーとるにゃ。
にゃーとおりますにゃーとおります今お盛りとにゃーとにゃーにゃー嘘偽りでそうだぬくれなナムダは流れになーおかさがはおつんだってがおえなんかサイレンですかなんですか船出ですかなんですか出港なんでおだじもなれろろケセがおっつんだっておっつんだってそらだアンディああアンデスんだアンデスんだってなんでございますよ殺したのはあんたのようなもんじゃございますかあんたですよ殺したのは殺したにいいよおらあ3日前に鶏3羽すめたけどもケセがすめたおびにとどういうことどういうことでこんところお見えじゃなかったね見つけばかりしなかった鈴本が忙しだから来らんなかったんだよそこでございますよおいらの方じゃいつ来るんだろういつ来るんだろう思い悩んでおりました手紙でも書こうかしらでも女の手女の名前で手紙書いて向こうのお父さんに読まれたら2人の恋仲は裂かれるかもしれないどうしようどうしよう思い悩んでとうとう食べるものを喉を通らなくなったある日のことでございますキスケ殿ちょっとこっち来てくれ行ってみるってこと痩せた細い手で私の手をぎゅっと握ってキスケあのお大人って人は本当に不実な男だったよ私は不幸な女だよ先に行くねカッカーって亡くなったんでございますよだから殺したのはあなたみたいなもんじゃございませんかお大人わー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 じゃそれ仕事が忙しかったら来らなかったんだよそうだに思ってくれてるとは俺はすらなかったから誰も手紙の一本でも聞いてくれるだから女の手女の名前で書くってとあなたのお父さんに言わないといけないじゃないですかだから代わりに我が書けばよかんべっつーのケイスケ我が代わりに書けばよかんべっつーのよかんべっちーのなんですかよかんべっちーの大事なのはそこでに我が代わりに書けばよかんべっつーのだよかんべっつーの言わなくていいぐらいのもんだ我が代わりに書けばよかんび私が代わりに書く そういう仕事みたいなとこありますから私はあそっかそっか書いたんですよ届かねえよそこですよあのねところ番地が分かんなかったんですよお大臣の書き付けにして警察側に渡したんともらえばよかんびああそうか書き付けねあもらおうとしたん届かねえよそこなんですよ手紙書いたからあのおいらあのお大臣のねあのところ番地の書き付けありますかって言ったらこれだよ書いといて渡されたんですよで受け取ろうとしたら驚きましたね私とあのおいらの間にあろうことかあるまいことかあるものが通過したんですよ兄が通ったゲジゲジが通ったんですよゲジゲジご存知ですか虫なのかこれよくわかんない毛なのか足なのか毛なのか足なのかこんなゲジゲジですよこれゲジ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 だよよよよよって通ってゲジゲジとか嫌いですからおいらはいやゲジゲジキャッて髪でピャッてひなパッパッ燃えちゃったんですよ悪いのはみんなゲジゲジなんですよゲジゲジ許すまずゲズゲズあの女はそんなムズが綺麗だったからなさもありなああそうかそうですいつ住んだいつおっつんだのいつ死んだそういうこといつああ偶然ってのは恐ろしい兄が命日に亡くなったんですよそうか住んだから命日5月のみそかとふんどる違うかケイスケよくご存知そうなんです5月のみそかなんですよ、あの電報かなんか届きましたナムマコに俺はよく覚えとんだ5月のみそか仕事が終わってうつで茶飲んどったらなケイスケが来たんだよケイスケおいらがうんガラッと戸が開いてなお大臣、なんで来てくんねえの？おらサブスクて、サブスクて、ここまでくつまったよ。サブスのって言うんだ。おにって言うんだ、女のあずでこうだらとこまで来られるわけになかんべ！バカ！ケリガニにおみは。キツネタヌキがバカしに来たんでねえか？そんなことに、おらケリガワよ。あ、言ってんだ！カーッポンって消えただよ。あれは俺の見当違いだ。けつね、たぬきアンティモンディに、あれはケセガが俺に別れを告げに来たんだな、告げにな。ケスケ。
どうせそんなのか。でも俺はこうだねえとこも仕方にいいからな。紫色、あ、お帰りですか。はい、お帰りになるよ。お帰りあちら。はい、お帰りあちら。どうぞお帰り。なんで急にハツラツとすんの。ハツラツくんかも。なんでハツラツくんって。やば、墓めり行くか。うわー、よくなくなおめ。墓めり行くべ。な、寺はどこだ。え、寺はどこだ。寺、寺はあの山屋で逃げ、あ、そう、山屋です、山屋ね。よくとね、あ、つくりな、行くべ。やった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 、あ、ちょっと相談しますからね、ご内緒だ。ちょ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 、冗談じゃないよ、おい。墓参りからってらっとり、行ってきました。帰った。帰りませんよ。墓参り行くってそう言ってますよ。墓参り、しつこい野郎だね。でどうしたの。でね、あの寺はどこだって言われたから、って言ってたら、山屋じゃねえかって言ったら、そうなんですって言っちゃったんですよ。バカじゃないの。山屋なんて目と鼻の先じゃない。なんでカムチャッカとか言えないのよ。カムチャッカって言ったって、多分あの人来ますよ。ウォーって船乗って、鮭とかカニとか取りながら来ちゃうと思いますよ。本当に言っといたよ。カムチャッカ違うわよ。山屋、お墓参り行ってきて。お墓参り行ってきてって言ったら、お墓なんかないし、だって寺だってないし、どうすんの。適当に行きゃいいでしょ。寺町なんだから、お寺いくらでもあるからね。お墓いっぱいあんのね。もう適当にいいね。お花なんかちょっとじゃダメよ。もうこう字が隠れるぐらいブワー飾って、お線香もね、二束見たばダメ、取ったばぐらいボンと置いて、わーって置いて、煙幕で見えなくしてパンパンってやって帰ってから、それでいいんだから。早く行ってきて。あの、ちょっといいですか。ちょっと私もう本当にもういっぱいいっぱいです。え、なんかもうはち切れんばかりにパンってなっちゃいますよ。え、あの、ちょっと言わせてもらっていいですか。何や。あんたさっきからね、行ってこいだの、バカだの、これだの、やれだの、なんか言うじゃないですか。そこに座ってるだけでしょ。私行ったり行ったり、こっち行って、なんかやや言われてもね、よく分かんなくなってる。そんなに自分で思いついたんだったら、直に行きに行きゃね、いいじゃないですか。おいら、私が直に言いに行ったら何がなんだかわけわかんないでしょ。今までの苦労まだにすんの。本当に早く行ってきなよ。あ、そうですか。そう、私が行った方がいいですね。あなたが行ったらよく分かんないことになりますから、またね。分かりました。すみません、ちょっと取り乱しました。じゃあ、なんすね、なんすね。本当に行っちゃっていいんですね、お墓参り。いいんすね。いいのね。あ、わかりました。あなたがじゃあ行けって言うんだから、じゃあ行きますよ。行けばいいんでしょ。でも面白くなってきた。いや、行こうじゃねえかな。もう当人が来てくれってのはいいじゃねえかな。行こう行こう。あ、ははは。面白くなってきたよ。お大臣、ちょっとこちら開けさせていただいてよろしいございますか。ケスケでございます。待ちかねたぞ、キスケ。言えんじゃねえかよ。慣れてきたな、冗談じゃねえ。あのですね、先方もぜひ来てもらいたいとそうおっしゃってますんで、行きましょう、お墓参り。ぜひ来てもらいたいって言って、あ、そっけ。じゃあ行くべ。こっちでございます。行きましょう、行きましょう。ね、いや、本当にね、絶好の墓参日和ってなんですね。お大臣。一点でバケてる。俺は、絆が落ちてまったら、どうやって生きていっていいかよくわかんねえって。もう、俺の供物はおめえでわかんねえって。おお、やめましょうそれね。近所が雨戸閉めますからね。行きましょう行きましょう。泣いてる方ないですよね。また遊び来てくださいよね。若い子はいますから、もっと若い子、いい子はいますから、端から順にザーッとお見立て願いますよ。お姉ちゃん、まだ何言ってんだ。もうあたらとこに行かねえ。ほら、行かねえなってんだ。どこなんだ。寺はどこだ。寺ね、寺はね、どこにしようかな。なんだ、どこにしようかなって。どこだ。ここです。ここでございます。駅行ってられな。おすうすはあんだ。おすうすはあんだ。小肌が好きです。ほうでに、俺が聞いてるおすうすはおすうすのおすうすで、おすうすのおすうすでに。なんですか。おすうす、おしうし、おすうす、あ、おしうし、おしうしはなし、なしてぬがあるくん。くんす三万年いるをよるさずって聞いてやんね、これに。はあ、ジンジラディニーか。そうなん、ジンジラシュー。なんだジンジラシューって。いるぞ。ああ、今行きましょう。墓はどれだ。墓ね。墓はどれにしよう。なんだ、どれにしようね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、おばあさん、あのね、あれ、墓参でございましてね、のお花をね、あら、これにいっぱい、あの、おけに、なあ、もう、詰めるだけ詰めちゃって、なんでもいい。なんでもボンボン入れちゃって、鉢植えでもなんでもぎゅうぎゅうに入れちゃって、だっちゃだっちゃ。それからですね、あ、お線香を取ったばね、これ、あの、お釣りいりませんから、取ったば、あの、火つけて、あの、端っこ、たこ糸で祝えて、お願いします。あ、すごい。お大事、お大事。のろすか。の
なんだもうもうとして行くべ、行きましょう行きましょう、ねえどこだ墓はどこだ、どここれはしょ、ね、これはしちょっとお待ちください、どこのどなたか存じませんが、修士違いの墓入りをどうぞ許してくださいませな、よいしょお線香どーんよーほーよー花を植えなどんどんよーとけぶわどーさあ張り切ってどうぞ、目がつばすってんぞ、大丈夫か、形勢がすまなかったな、俺はおめえがそうだね思ってくれてるとは知らなかったから、おめえがおつんずばったらあだな里には二度と足を踏み入れ二度と足を仰ぐでねっつうの、何そんな楽しげにパタパタ置いてんだば、仰ぐでねちょっとまたこうだね鼻かざつまったら何があんだかわかんねえだばかって、どれいっちいっなんで蘇鉄が飾ってあんだ、南国土佐に点が詰まった、バカだってこれ何に書いてあんだ分からへん、羊毛円空寸図男の墓でねえか、じゃあこれ隣だ隣だ隣だ、バカ何をしてねえだだだだだだどうだどうだどうだ、毛皮圭介のバカほくれがまつげるにこと書いて墓まつげてすまかかった。隣だったからよく稽古を受けた。そうけ。いかどうぶん。青くてに、また楽しげにされてパタパタ。なに、またこうだね、花形で何言ってかよくわかんねえ。なんだこれ。ああ陸軍歩兵上等兵。兵隊さんの墓でねえか。こっちこっちこっち、こっちのことだよ。なんだこの通さなんか。ペロ、安らかに眠れ。犬の墓でねえか。キリコの墓どれだね、ずらり並んでおります、よろしいのお見立て願いましょう、どうもありがとうね、そういうわけでございまして、枕から最後まで鉛っぱなしでよく分かんなくなってきましたけど、9日目無事お開きでございます、今日はありがとうございますということで、9日間落語カフェさん、どうもありがとうございました。無事務めることができまして本当に心より感謝いたしております。聞いてくださった皆様にも本当に心より感謝いたしております。どうもありがとうございます。そういうことで、明日が千秋楽でございます。昨日も告知したように明日は、これは本来4月の下関の私の上の鈴本演芸場の夜の部の鳥の公演の、まあ、大体の配信でございますから、鈴本演芸場のお席亭社長のご厚意で明日は鈴本演芸場さんより同じ時間に配信をさせていただきます、ということでございます、まあなんでございます、まあそこでやるって言いましたけど、まあそんなにね本当っつってこう来る人はいないと思いますし、来たら槍で刺します、来ないようにしてください、本気で言ってますからね、私の目を見てください、おかしな目してるでしょ、本気で刺しますから槍でね、気をつけてください、怪我したくないっていう人はうちで配信を見るようにしていただけるとありがたいなと思います、まあ9日目無事で済みまして、どうも今日もありがとうございました、また同じ時間に明日お会いしましょう。